ここだよな。ああ、間違いねえはずだ。くそ、一杯食わされたか。だが、合言葉と妙に噛み合う。本場中国の焼き餃子だったな。確かに。じゃあ、とりあえず入ってみる？こりゃやっぱ外れかな。普通の中華だよ。ごめんなさいね、お客さん。もうラストオーダー終わっちゃったの。また来てちょうだい。え？あのよ、俺ら本場中国の焼き餃子を食いに来たんだ。なんて？いや、本場中国の焼き餃子だって。間に合わねえかな。あちらのテーブルにどうぞ。これはどっちだ？わかんない。どっちにせよお腹空いちゃった。ダメでもここで何か食べていきましょう。それこそ本場中国の焼き餃子。中国では水餃子が一般的で、焼き餃子はほとんど食べられてない。あ、だからこんな合言葉なんだ。桐生さん博学。昔からクイズの類には縁があってな。しかし注文も聞きに来ねえな。こっちから呼ばねえとダメか。あの、すんません。でっけえ音だな。は？は？ここで会ってたってことか。カムフラージュしてるのか。それにおそらくここだけじゃなく、場所も候補がいくつかある。警察も手を焼くわけだ。Pardon the delay. Please enjoy yourselves tonight. じいちゃん。なあ。はあ。
いいや。いや。悪かったな。キリュウさん、春日、違う。おい、すんませんでした。おう、なあ。ああ、え？おう。本日はようこそお越しくださいました。私、こちらの支配人を務めさせていただいております。本日のお客様には幸運の女神がついておいでだ。羨ましい限りです。へへへ、ありがとよ。ハワイにはご観光で？ま、観光半分、仕事半分ってとこかな。それはそれは。なあ、支配人さんよ、楽しませちゃもらってるが、正直ここはちょいと物足りねえな。と申されますと？ギャンブルってのはこんなしけたチップを取ったり取られたりで楽しむもんじゃねえだろ。いやさ、噂に聞いてるんだよ、涅槃技師のこと。金はあるんだ、金は。でもうちの会社はまだまだ業界じゃ新参でな、あそこに行けるようなつては持ってねえんだよ。おかしな話だとは思わねえか。身を焦がす勝負に挑む権利は年季で手にするものなのか。申し訳ありません。あそこにはここ以上の審査基準が設けられておりまして、私の一存ではご案内申し上げることはかなわないのです。おい、支配人さんよ、そんな釣れないことを言うもんじゃねえ。こっちはあんたが頼りなんだ、頼むぜ。残念ながら。くっ、ここで行き詰まりかよ。支配人さん、涅槃技師には富士宮もお世話になってるはずですけど。ん？あなたは？申し遅れました。私、
日本の富士宮家の長女千歳と申します。この人私の連れなんです。私の連れとしてならこの方たちも一緒に涅槃岸へ案内してもらえるのではありませんか。ちーちゃん、おい、そんなこと言って実家に連絡行ったらどうすんだよ。一緒に家でしてくれるんでしょ。私だってね、本気で茜さんを助けたいの。それに私だってかっこいいとこ見せたいしね。さあ、いかがですか支配人さん。本部に確認を取ってもらえれば私が本人だということはわかると思いますよ。少々お待ちください。いいのか。おそらく実家にも確認がいるぞ。これでちょっとは信用してもらえた。ああ、大したやつだ、あんたは。くそ、カッコつけやがって。カッコよかったでしょ。お待たせいたしました。本部の確認が取れました。それで。大変失礼いたしました、富士宮千歳様。涅槃岸へご案内いたします。そう、ありがとう。さてと、本当へ一歩近づけたね。一歩どころじゃねえ、もう手を伸ばしゃ届く距離だ。ありがとな、ちーちゃん。素直でよろしい。で、どうする、早速乗り込むのか。そうしたいところだが、春日は本当たちに追われる立場だからな。涅槃岸に自分から乗り込むのは飛んで火にいる夏の虫ですか。確かに。春日、お前は後方支援に回ってもらう。後方支援って何ですか。俺、頭使う感じのはどちらかというと苦手で。涅槃岸のそばで俺らの様子を見てくれりゃいい。これから乗り込む先は岩城の本丸にある裏カジノだ。いざって時に外から脱出ルートを確保するんだ。花輪に行って大道寺の通信機器を一式揃えてもらおう。へえ、通信機材。ちょっと面白そうじゃないですか。ちょっと、ありがとう。ふっ。ううん。ふん。はい。ああ。Ms. Fujinomiya, we've been expecting you. Thanks. うひょー、もうけてやがんな。見えてるか？バッチリです。さすが大道寺一派。マジで007みてえだ。これから建物に入る。電波が悪くなってきたらすぐに行ってくれ。了解です。気をつけてください、桐生さん。みんなも伝えとくよ。よし、早速入るぞ。落ち着かねえなこの格好。俺靴下嫌いなんだよ。あー、サンダルに履き替えて。何言ってんのよ。
ジャケットしてよ。 Right this way, Ms. Fujinomiya. Thank you. じゃ、行きましょう。エスコートお願いできます？喜んで。何それかっこいい。俺は？俺何役？さあね、召使いとか。はあ、なんだよそれ。エレベーターに乗った。繋がってるか？ちょっと飛び飛びになりますけど大丈夫です。確かに第五地区とは比べ物になんねえセキュリティみたいだ。ですね。ちーちゃんに感謝だわ。Thank you for waiting. Floor 7.5. Good luck to you. あの扉の奥がカジノっすかね。ああ。問題はここからだ。想像してたのと随分違うな。いや、間違いなくここは超 VIP 向けだよ。見て。あれはビスケットっていうチップの一種。あれ1枚で1000万円くらいかな。 1000？ マジかよ。カスカ、見えたのか？はい、ウォン島が接近しそうな人間は見当たりそうですが、バカ勝ちしてる客とか探してみる。 Hey, handsome. ちょっと、キリュウさん、どこを見てるんすか？お前のために良かれと思ってな。なんすかそれ。余裕っすね。一通り見て回ったが、飛び抜けてバカ勝ちしてるような客はいないな。アジア系が大半だな。しかしまあ、みんな楽しそうな子って。ねえ、今ちょっと客同士の話が聞こえたんだけど、もうすぐオーナーが来るんだって。オーナー？お目当てのウォン島のことだな。そう、ウォン島。ここには毎日顔を出しに来るみたい。もうすぐってどんくらいだよ？それは分からないけど。言ってるそばから来たよ。
ようこそ涅槃騎士へ。いつもご実家にはお世話になっております富士宮千歳様。それにカメラの向こうの春日一番さん、見えてますか？バレバレだったわけか。お気づきにはならなかったでしょうが、ここにいらっしゃるまでにありとあらゆるボディチェックはさせていただいたんですよ。小型の盗撮セットを検知するくらいわけはありません。何せここは世界中の VIP をお迎えする場ですから。 VIP を迎えるにしては随分と騒がしいところだな。ここのお客様方は当たり前の豪華さにはもう飽き飽きしているんです。ここへいらっしゃる方が満たしたいのは優越感なんですよ。ん？何のだ？アメリカという国に対してです。彼らが駆け出しの頃追いかけていた背中は大国アメリカでした。マッチョイズムと自由を謳歌する夢の国。そんなアメリカは常に憧れであり、しかし同時に劣等感を抱かせる存在だった。そのコンプレックスを払拭するために彼らは死に物狂いで働きました。しかしようやく彼らが成り上がった頃にはアメリカはすっかり様変わりしていた。多様性を重んじ、マッチョイズムを追放し、自由よりも気遣いを重んじる国になった。だからここでかつて憧れたアメリカを堪能するってわけか。はい、ここには彼らがかつて愛し心のどこかで憎んだアメリカの姿があります。お客様方にその思いの丈を存分に晴らしていただく、それが当カジノのコンセプトでして。あなた方もお遊びになればわかりますよ。あいにく興味ねえな。俺たちの目的はお前だ。それは光栄です。歓待いたしますよ。特に春日さんにはぜひお会いしたいと思っていたんです。お呼びいただけますか？来ちゃダメって伝えて。裏があるに決まってる。いや、裏も何も、奴は今まさに春日を脅してるんだ。来ないとこいつらを殺すぞ。話が早くて助かります。だそうだ。聞こえたな。ええ、すぐに向かいます。いらしたようです。無事か？みんな。ああここの空気には一向に馴染めねえけどな。そっか。お待ちしておりました。ようこそ春日一番さん。お招きいただきありがとうよ。あんたには聞きてえことがあんだ。こちらもあなた方にお聞きしたいことがある。それはもうご存知ですね。茜さんのことか。それはこっちも同じだ。結構。ここは騒がしい。どうぞ奥でゆっくり語り合おうじゃありませんか。上等な酒を用意させます。ここを楽しむ時間もなしか。一応俺たちは客として来てんだけどな。申し訳ありません。ですが私の1分は高いですよ。それこそここでジャックポットを当てるくらいの価値はあるかと。言ってみただけだよな。あ、行こうぜ。
どうぞ。こりゃ、これが涅槃騎士の頑丈のボスのアジト。質素ってレベルじゃねえぞ。あんたの同業のバラクーダのとこにもお邪魔したんだけどよ、あっちのボスは分かりやすいマフィアのアジトって感じだった。あんたは随分とつつましやかなんだな。私も昔はね、死に物狂いで金を稼いで、ひたすら高いもので身を固めることに躍起になっていました。でもね、ある時分かってしまったんです。は？もう私はいついかなる時でも金で買えるものは手に入れることができる。そう確信していれば、実際に手元に物があるかないかなんてどうでもいいんですよ。手元にあるのは本当に必要なものだけでいい。私の場合、このデスクと椅子とパソコンです。表でサイコロの出目やらトランプの数に一喜一憂してる連中なぞ、そのことがまるで分かっていない。お客様は神様ですとまだ言わねえまでも、見下すのはいただけねえな。少々喋りすぎました。こういう話ができる相手がなかなかいないもので。さて、本題といきましょう。春日一番さん、あなたはパレカナの養護施設で所長を務めていた茜という女性のご子息である。間違いありませんね？間違いないのかは正直わかんねえんだけどな。まあ多分そうだ。我々は茜さんを探している。彼女の居場所をご存知でしたら教えていただきたい。当然お礼は差し上げます。あいにく知らねえんだ。ま、知ってても教えねえけどな。その言葉が本当かどうか試してみるとしましょう。给他留张嘴说话，除了春日都杀了，不二宫的女儿也是。啊？なんつった？聞くまでねえって。みんな気合い入れろよ！私の出番ね。覚悟。おりゃ！どうや！あの構え、まるで付け入る隙がない。闇雲に攻撃するだけじゃ避けられちゃう。ふん！ぶちかま！ガツンと行くぜ！みんな死ぬなよ。回復だ。行くぜ行くぜ行くぜ。ほら、ほら、綺麗にやった。俺の番か。叩き潰す。さっさと来い。ざわしま、こやろ。よし、勢いだ。いつでもいいぜ。はあ、お茶にしましょう。ちょっと休憩。すまない。よっと。フラフラするぜ。回復しとくか。ガンガン行くぜ。フォーマン受けてみる。潰れちまえ。気乗りしねえな。
終わらせる。私の出番ね。なんとかやっか。ほらよ。ありがとよ。ぶちかます。どうした。ビビってんのか。いつでもどうぞ。そうまくわれば。これでやんのかい。よし、ほら来いよ。はい。すまねえ。体が重い。ついてこれるか。寝てるわ。遅いです。ガンガン行くぜ。こよらを人生を見る。ガツンと行くぜ。命を大事に。回復だ。自然まいったな。こいつで私の出番ね。さあ、覚悟。お茶にしましょう。よっと。ありがとうよ。シャドウショー。気乗りしねえな。やるのかい。相手してあげる。終わらせる。うわっ。うわすまない。調子がいいぜ。あれやるぞ。オッケー。ゴッドステッド。怪我するぜ。ぶちかます。問題ねえ。行くぜ。シャー。遅いです。うわ。私の出番ね。覚悟。お茶にしましょう。よっと。すまねえ。ガンガン行くぜ。さてと。さま受けてみろ。行くぜ。行くぜ行くぜ。やるしかねえか。ほら来いよ。使っとくか。何？来ない。セリフ。よし。ぶちかま。おじけづきましたか。これで調子がいいぜ。いつでもどうぞ。さっさと来い。もらった。やっ、やっとよ。ロバックジン。俺の番か。使え。ありがとう。私の出番ね。やるのかい。こうじけやろうが。はあ。お茶にしましょう。ちょっと休憩。ありがとうよ。やるのかい。しんどい。きっちりな。くそ。ガツンと行くぜ。
くそ、上がらねえ。よし、行くぜ。行けるか。おうよ、この拳受けてみやがれ。調子に乗らない方がいい。どうやらあなた方を見くびっていたようだ。なんとかやっか。やるな、こんな奴らに。半殺しでは済まさんぞ。でもどうぞ。ビビってんのか。覚悟、お茶にしましょう。よっと。ありがとう。くじい、調子でねえな。どうした？おじけづきましたか。腰抜き野郎が。おら！残念でしたね。手加減はなしだ。いつでもどうぞ。ビビってんのか。何？来ない。オルベ。私の出番ね。これどうぞ。フラフラするぜ。いくぜ。よし、上昇上昇。バカな。何なんだお前らは。どうやら見込み違いだったみてえだな。これでやっと落ち着いて話せるな。あんたに聞きたいことがあるんだ。アカネさんを追いかけてる訳を聞かせてくれ。彼女を見つけたらどうする気だ。それと俺が彼女の息子だって話は誰から聞いた。質問を絞ったらどうだ。好きなのから答えな。全部聞かせてもらう。もう頼れる部下は残ってねえんだろ。まだ。ウォン父さんって言ったよな。あんたが頑丈のボスってことでいいのかな。総帥だ。そうかい、そりゃ悪かったよ。で、総帥のウォン父さん、あんたが茜さんを手下に探させてる理由は。あの人養護施設の優しい所長さんだぜ。あんたらみてえなのと何の接点がある。俺が聞いてるうちに答えた方がいいと思うけどな。キリュウさんは俺ほど優しくねえぞ。あんたが案外手強かったんで少し疲れちゃいるがな。それでも安心してくれ。あんたが気持ちよく喋れるように全力でサポートしてやる。
俺はできたらもうあんたを殴りたくねえんだ。あんたの部下たちも見てるしな。こんなとこで泣かせたり悲鳴上げさせたりすんのはいくらなんでもひどすぎる。恥はかかせたくねえ。ばあさんを探しているのは頼まれたからだ。どうせバラクーダも同じ理由で探している。何しろオーナーの案件だからな。オーナー？何言ってんだ。ここのオーナーはお前だろ。私が言っているのは涅槃騎士なんてちんけなオーナーのことじゃない。ハワイのオーナーのことだ。ハワイのオーナー？我々ガンジョーやバラクーダは表向き競合組織とされているが、実際はオーナーがそれぞれ支配する支部に過ぎない。オーナーとはまさにハワイの裏社会の所有者なのだ。アカネとかいうばあさんはオーナーの宝を盗んで逃げている。そいつを取り戻してやれば一つ貸しを作ることができる。オーナーは借りたもんを何倍にもして返してくれる。なんだそれ。统帅，我认为老板绝对不会希望听到您再多说一个字。啊，おい、座れ。老板会成倍给您的，可不只是帮他干活的报酬，背叛时需要付出的代价也是翻倍的。你小子，难道是老板那边的奸细？你已经背叛了的事很快就会传到老板手下的耳朵里，接下来就由我来举火为号吧。举火什么意思？おい、俺らにも分かる言葉で話せ。誓死效忠，誓死效忠，誓死。ここやっぱり高いフロアだったよな。何が起きたんだよ今。あいつは何したんだ。おい、さっき中国語であいつなんて言ってたんだ。私のオーナーへの裏切りはすぐに知れ渡ると。飛び降りたのはオーナーからの監視役だったってことか。他には？のろしをあげると言っていた。そして外へ。のろし？じゃあさっきの飛び降りが裏切りを知らせる合図。息子が危ない。私の息子が。何？快联系我儿子在的那个房间，让人守好，谁也别放出来。そいつらの手をほどけ。息子に護衛を向かわせる。は、でも。よく分からねえが言う通りにしてやってくれ。緊急事態らしい。桐生さんがそう言うなら。息子の部屋に行かせてくれ。ペントハウスにいる。ここの最上階だ。分かった。でも逃がさねえぞ。俺らもついていく。ならこっちだ。早く。
太慢了。あんたの息子っていくつだ？まだ6歳だ。母親は出て行った。シッターをつけている。6歳か。思ったより小さいな。你们是？其实您根本不用着急，统帅。因为令郎现在已经不在这个房间里了。那个女的也是我们的人，在遇见您之前一直就是了。遅かった。息子はもう連れ出されている。じゃあやっぱりこいつらも。そうだ。オーナーの手先だった。もう誰も信用できん。明明是你背叛在先吧，这种行为可是罪该万死。杀了你啊！戦闘準備完了。よし。はあ。等待一击。好，让你看日本。下次不能这样。調子がいいぜ。手数がいるな。私の出番ね。やるのか。覚悟。俺の番か。ぶちかます。行くぜ行くぜ行くぜ。オーデン準備しねえな。よし。負け。行くぜ。相手にならねえな。悪くない気分だぜ。また強くなっちまった。叛徒、你把我儿子带去哪儿了？你又对他做了什么？比起你儿子，还是先担心一下你自己吧。你说什么？我会让你儿子死在你的眼前，然后再杀了你。所以你儿子现在没事的，放心啦。混蛋，居然这样和我说话，你怎么敢？息子さんはどこに連れて行かれたんだ？分からん。だが今はまずここを離れなければ。頼む、私をここから逃がしてくれ。そしたら何でも話す。部下はもう誰が信用できるのか今は判断できない。キリュウさん、このホテルから出た方が良さそうです。行きましょう。とにかく安全な場所を見つけねえと。那个。闭嘴别吵，快走。今のやつは味方なんじゃねえか？さあな、見分けられん。とにかく構ってる暇はない。 Wang Tou's left the hotel with Kasuga and his crew. They're heading south. So make sure you tell the cops they went north. Got it.
Over here! Someone just fell out the window! Come quick! I've never seen anything like this! もしもし。あ、エイちゃん。春日さん、ネットでニュースになってますよ。何があったんです？涅槃岸の上のフロアからホテルの人が投げ落とされたって。春日、悪い。 A ちゃん、後でかけ直す。警官が戻ってくぞ。これってどういうこと？この先ここで起きること、警察は見てなかったって言いたいんだ。くそ、こいつらみんなオーナーのスパイだったのか。なああんた、いくらなんでも人望なさすぎじゃねえか。違う、私は騙されていたんだ。まさかこんなことが。騙されすぎだろう。うるさい。そこまでだ。大丈夫だ、俺たちなら切り抜けられる。ここが正念場だ。行くぞ。押さえるに。ちょっと弾魔、私の出番ね。覚悟。ぶ
ぶちかます。これるか。相手にならねえな。よかった、コツつかめたんじゃねえか。優秀が早いのよね。また成長しちゃった。まだ強くなれる。よし、やったな。なんか持ってるか。足を縛って血を止めねえと。うん、待ってて。何かあったと思う。こいつからゆっくり話を聞き出す時間が必要だ。それに誰にも襲われない場所も。それにはどっかで車を手に入れねえと。でもとりあえずこの場を離れましょう。おい一番、ウォンを移動させる。おめも肩貸せ。よ、一番、一旦ここで運を座らせよう。おい、大丈夫か、本当。気が遠くなってきたよ。お前らが来てから何もかもがおかしくなった。そうか、そりゃ災難だったね。車探してくる。こいつをこれ以上歩かすのは無理だ。そうだな、一派のセーフハウスまで行けば治療できるはずだ。助かります。できるだけ早く戻る。ああ、頼んだ。あいつもオーナーの手下だとは考えないのか。あんたが誰も信用できなくなってるのはわかるけど、トミーは大丈夫だ。まあいい、あいつが裏切らなくても私が死にかけてることに変わりはない。まだ大丈夫そうに見えるぜ。しっかりしろ。あんたには聞きたい話が山ほどある。何だったかな。あんたが茜さんを探してたな。オーナーから頼まれたからだったな。オーナーの宝物ってのを茜さんが持って逃げている。ああ。何者なんだ、そのオーナーってやつ。オーナーは、私が考えていた以上に、この島を根深く牛耳っていた。私の組織にスパイを送り込み、警察にも、それにバラクーダにも内通者がいる。スパイたちのオーナーへの忠誠心は本物だ。お前らも見たろ、カジノから飛び降りたやつは私の裏切りをオーナーに知らせるために、それだけのために死んでみせた。オーナーの正体はな、ブライスだ。え、ブライスって。ハワイの教団、パレカナの教祖だ。彼がばあさんを探せと。教祖って、
嘘だろ。じゃああの人が。なんでだ。だってパレカナは茜さんが信じてた教団じゃねえのかよ。それだ。なんで茜さんを捕まえようとすんだ。